おはようございます。ヨーカです。今私は高千穂に来てます。高千穂といえば天孫降臨のあった場所でパワースポットがたくさんあります。こちらが昨日泊まったお宿ですけれども、お庭がとっても綺麗だったのでご紹介します。朝早いのでとっても静かですね。かわいいお花がいっぱいあります。これちょっと面白かったので、アジサイも咲いてます。わあ、朝日です。眩しい。玄関ですね。高千穂の天の草、こんな感じですね。じゃあ行きます。中に入っていきます。こうやって、私が泊まったところは別館です。翡翠に泊まりました。中を開けると、こんな感じです。